うるせえバーカ。真の男女平等主義者な俺は、女の子とドロップキックを食らわせられる男。一番の課税対象じゃないですか。幸せ税です。いかなる暴君だってそこに税金かけてねえよ。完全に支援じゃねえか。支援ですよ。ですが果たしてそれは悪でしょうか。悪だわ、結構な悪だわ。会長は分かってないんです、僕の気持ちが。これは友達の話なんだがその話の入り方だと会長の話みたいに聞こえちゃいますよ。まさかそんなベタなことはないでしょうけども。まさかまさか。それでなんていうか、夏ちょっと上げすぎちゃったなって自覚があって、こんなにラブラブでこの先どうすりゃってなもんで、どうしたらいいっすかね。やっぱり相談始まんじゃないか。落ち着け。そのトイレットペーパーでどうするつもりだ。イカサマトランプじゃねえか。うわ、マジじゃないですか。藤原先輩成功補足。しかも一応かけておいた保険でバレるとか、一番恥ずかしいやつ。ああ恥ずかしい、僕ならもう帰ってますよ。はず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 。その辺にしてやれ石神。そもそも同金までしたんですから、男の人は責任取って告白の一つでもしてくるべきです。そうよね、あまりにも無責任よね。うるせえバーカ。お互い謝ったんですよね。だったらその話はそこでおしまい。何引きずっとんねんって話ですよ。声大きい。ああ聞いてるだけでムカついてきました。僕から言ってやりましょうか、そのバカ女にビシッと。最近練習ばっかじゃん。ごめん、大会も近いしさ。それはわかるけど、俺今サッカーに命かけてっから。たっくん5ケポイントあった。私だけのけものにしてみんなで夏祭りとか、そんなひどいことするんですか。え、普通に行きますけど。藤原先輩もトマト祭りじゃないですか。そっちは楽しんでくるのに僕らに行くなってのはあんまりじゃ。うわー、石神くんひどい。もう今回も渚、彼女のことなんですけど。しれっと下の名前で呼んでる。うまくいってるんじゃないのか。うまく、うまくって何ですか。まあまあっすね。会長全然まあまあな顔してませんよ。こんなに順調でいいのって顔ですよこれ。はあ、まさかとは思いますが、この人相談風自慢しに来てるんじゃないですか。死にたいので帰ります。そうですか。でも知らないでくださいね。ふう、姉様や妹ちゃんたちなら騙せたのに。ほんとせこいっすね。これだからアナログゲーマーは浅はかというか、自分で掘った穴にはまったようなもんじゃないですか。マジっすか、僕に恋愛相談って。まあ恋愛相談っていうか、喧嘩した異性との仲直りの仕方について語りたいというか。なるほど、そういうことでしたら僕に任せてください。僕恋愛マスターなんで。え、マジで。嘘です。嘘かよ。何の部活やってるんですか。藤原初期はテーブルゲーム部だったかな。ああ、好きそうですもんねそういうの。篠宮は弓道部だぞ。弓道部ですか、めちゃめちゃ向いてるじゃないですか。ん、どういう意味だ。またやってしまった。僕も帰ります。いや石神、今日は正しいです。本日の勝敗、藤原以外勝利。先輩どうかしましたか。なんでもないですよ。
エンゼルスマイル？心配してくれてありがとう。石神くんも困ったことがあったら何でも相談してくださいね。気持ち悪い。イカ様はバッテン制裁と定めた時点でこれもルール範囲内の行為、触れてるだけフェアだ。そうですよ、イカ様はバレなきゃイカ様じゃないですよ。ヘーゼ、いやバレたんだけどな君。いやー夏休みって最高ですよね。会長も夏休みエンジョイしたんですよね。俺はひたすら勉強とバイトの毎日だったよ。まあ最後だけ生徒会のみんなで花火見に行ったくらいで。え、それだけ？それだけ。女の子とデートしたりしてない。へえ。一見清楚でお高く止まってるやつに限って性欲の出し方が歪んでて自己中心的なんですよ。男なんて興味がないふりしてるくせに、いい男を前にしたらきっちり食らいつく。男が狼だとしたら女は蛇です。すぐ絡み合って王噛み合うウロボロスです。はあ、やだやだ。どうせその男が帰った後も触れ合う。オーケー、ブレーキ石神、部費も削れるところは削っていかねばならない。ぜひとも会計としての意見が欲しい。そうですね、親の会社の経理に触れている僕からするとこの予算案には無駄が多いと言わざるを得ません。サッカー部の予算を大幅に削るべきでしょう。うん、してその理由は？あそこ彼女持ち多いんですよ。そんな理由？弓道ってほら胸があると弓の鶴が当たっちゃうんですよ。でも篠宮先輩のサイズなら何の心配もないじゃないですか。こんなんですし。石神、こんなですよ。後ろ後ろ石神、石神バカ、冷血人間、前髪長すぎ。石神くんなんてたこ焼きでしてあげられちゃえばいいんです。なんかすんません。会長、そのトイレットペーパーでどうするつもりですか？何じゃ。はあ、なんすかそのクソ女。クソオブクソじゃないですか。自分から誘っておいてよくもまあ抜け抜けとほざきますね。モラルってのがないんですかね。絶対めんどくさいですよその女。ラブコメだと黒髪貧乳にありがちなタイプです。ティピカルですよ。すげえ、ティピカル。一発でエンジンかかった。彼女がいること自体は許せます。それ自体に今さら何の感情も湧いてきません。でも彼女がいるならデート行けよ。何練習してるんだよ。大事な彼女がいて、彼女より大事なものがあるってなんだよ。僕には何もないのに。藤原先輩成功成功高速。ちっとも懲りてない。安心しろ。どこで買えるのその図太さ。そんでバレて逆に利用されるとか一番恥ずかしいやつ。恥ずかしい、これは恥ずかしいですよ藤原先輩。しないで。だってお見舞い来たかったじゃん。言えるわけない。本当は少しくらい何かしてほしかったなんて。ごめんなさい。そんなに私に魅力がないのかなって。そんなくだらないことで怒ってるなんて言えるわけないじゃない。そこみたいなところで怒ったりするじゃないですか女って。男が女の全てを理解しようとするのがそもそも傲慢なのかもしれません。晒し巻いてどうにかできるのは D カップまでらしいですよ。藤原先輩は確実にそれ以上あるでしょうから。藤原先輩が弓道をやった日にはもうビシバシですよ。ビシバシこんなですもん、こんなブラッケフライシアミ。結局ほとぼりが冷めるのを待った方がいいんですよ。男側にやましいことがないなら別に謝る必要もないですって。やましいことか。まあまあ、せっかく作ったのに誰も遊んでくれないってのは結構悲しいものですよ。石神くん、君って本当はいい人だったんだね。ごめんね、今まで正論で殴る DV 男とか思ってて。そんなこと思ってたんですか。でも殴りやすいボディしてるのが悪いんですよ。会長、もうこいつ行くとこまで行ってるんじゃないですか。いやいや、まさかまさか。あいつら付き合ってまだ4ヶ月でそんな神聖な行いを。いや、もう神ってる、神っちゃってますよあの感じ。いやまあ、それでも男は流されるべきじゃなかったのも確かだろう。もっと穏便に済ませる方法はあったはずなのに、そうしなかった。いや、そうしたくなかったんだろう。
言葉を